新。李政良の逸男として生まれた。父の影官により都市起戦時となった。1592年、姉家で、敗の乱が起こると、ジョウ梅は、長兄の李女将に従い、反乱軍を討った。文録の役では、年末から総兵である、李女将敗家の参将として、朝鮮に来園し、翌1593年1月6日より、 小西幸長等の守る平壌安を攻撃して、これを奪回した。撤退する日本軍を追って南下し、続く2月26日の平定間の戦いでは千人を、率いて参加した。李女将が、近郊の日本兵に捕らえられると、女目は、時系の李女歌手はと共に敵を攻撃し、近郊の日本兵をいて落馬させ、李女将を救出した。だが戦いには、 敗れて平壌まで撤退した。ジョウメは帰国すると、両党副総兵に昇進した。1596年、タイネイマモルの痛め花、占いこととが審判しようとしたため、ジョウメは、武将の形信らを率いて、先手を取ってその路長を襲撃し、100人余りを斬首して凱旋した。1597年、ジョウメは三、賛成、養子の儀ともに、 新税法から災害に出て、密かに敵兵を襲撃したが敗北し、武将10人と兵士160人を失った。ジョーメは戦いで重傷を負っていたため、敗戦の罪を免れた。日本との講和交渉が決裂し、日本軍の全羅道進行で、慶長の役が始まると、ジョーメは都督戦時を代行し、数は副総兵とされ、再び朝鮮の援軍に赴いた。 年末より南下した経理、洋しのぎ、総兵巻の指揮下で、左京軍の大将として、民軍1万3千六6人及び、理事元らの朝鮮軍を率いて、他の二軍と共に、ウルサン山都城を攻めた。城名は三将の洋登山と共に、騎兵で先行し、海浜に伏兵を設け、遊撃の敗祭に景気で、日本軍の朝野義ながらを誘い出させて、 副兵で打撃し、四百人余りを斬首した。副将のチントラが奮戦し、ウル三条の二重の柵を破って、第三柵を抜こうとしたが、用紙の儀が、チントラの功績が、自分の上を行くことを望まず、ドラを鳴らして、軍を撤収させた。火を改めて、城目が再び攻めかかったが、抜くことはできなかった。ほどなく、 日本軍の援軍が到着して、ジョバイの軍は先に逃走し、民の諸軍は相次いで改装して、慶州まで撤退した。秋の三和城に対する攻撃作戦では、中地軍を率いて、四川の島津義弘を攻撃する予定であったが、1598年6月、両党総兵に就任していた、李女将が侵入した、女神討伐中に、災害で副兵により討ち取られると、 中寺軍の公認を、当和元に変え、城名は、急遽朝鮮により呼び戻されて、兄の公認として、両党総兵を務めた。しかし1599年には、敵を恐れて戦っていないと断劾され、両党総兵を解任されている。長らくを経て、戦書サフとして起用された。1613年には、両党総兵の牧の公認として要しのぎに、 追挙されたが、休時中の朝木や、魚子の養虫ずるに反対されて実現しなかった。上目は、サルフの戦いの直前に、朝廷の者から、日本兵と満州兵の強弱について聞かれて、大和兵は、大育大和将、なれども、貧将にして、長寿をよくす。ただし一人同士の戦いとなれば、和兵三十人をもってしても、満兵一人に適せざるまりと回答している。 北島万次、豊富秀吉の朝鮮侵略1995年、和田和弘、李聖良一族の軍事的、対等1986年、陸戦史研究普及会、陸戦史修5名と清の大決戦1967年。ありがとうございます。